こちらが4台限定の、i8 の限定車になります。お色がフローズンイエローという艶消しのイエローになります。撮影してます。 i8 のらしいブルーのエンブレムはそのまま存在しているので、すごく華やかな印象になります。大丈夫です。あ、いいですか。すいません。開けてくださいました。このようにドアが開きまして、スティッチもイエローが入ります。ありがとうございます。こちらは愛らしいこのエンブレムがついておりまして、フローズンイエローの限定車についております。こちらのバッジがついていたり、アイドライブのコントローラーに i8 とこちらに記載されているのも限定車ですね。内装は非常にシンプルにできています。開けます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、一度開けていただいてもいいですか。こちらが i8 特徴でありますカーボンファイバーですね。ここにもフローズンイエローの文字が記載されています。ありがとうございます、はい。こちらは i のブースになります。こちらが i8 BMWi のブース、こちら i3 になります。こちらは i パフォーマンス、プラグインハイブリッドの車が展示してあります。右手が 530E、 左手が 740E です。こちらは GKL モデルですね。6シリーズのグランツーリスモとコンセプトカー8シリーズ、コンセプトカーの Z4 です。こちらニューモデルの M5 が展示しております。裏手に行きますと M のブースに入ります。インディビジュアルの7と M2 と M4CS、 X6M、 こちらから SAV-X モデルのブースでございます。ニュー X3 です。とバイクのコーナー、
会に戻ってまいりました。以上 BMW のブースになります。